エレクの石本です。今日は楽器の小物をご紹介しようと思います。何かと言いますと、この箱見ていただいて分かりますかね。これギタースタンドでございますね。これはタマーのギタースタンドで839というやつでございます。これ中身はこれ、このギタースタンド、ね、すごくしっかりして、お値段もね1万円を超えるお値段するんですけども、安定感がもう抜群でございまして、スタンドの部分にマイクスタンドと同じ、三脚部分をこう採用しておりまして、ね、すごく安定感のある、ここのとこね、これこうマイクスタンドと同じタイプのものが使ってあって、安定感があります。で、こっちにネジがついてて、このネジも軽く止めることでこう抜けずにこうやってフレキシブルに動くと。でこの後ろの高さとか、ここはネジのね高さ調整ができるようになっているので、いろんなタイプのギターに対応するという感じで、で長さもね53センチから77センチまで。ただまあ安定性が抜群ということはですね、やっぱり重量もそこそこしまして、重さは約 2.5 キロぐらいということになっております。でなんでこれを紹介するかと言いますと、エリック首相がねステージでギタースタンドもお使いなわけですけども、このタマーのねこのタイプを使っていると。まあエリック首相の場合はずっと昔からこれ使ってらっしゃるので、現行、まあこれは現行品ですけども、エリック首相のはその前のモデルになろうかと思うんですけどもね。ただルックス的にはほとんど変わらないという、どこがどう違うのかっていうのもちょっとよくわからないぐらいの、一応マイナーチェンジとしてるんだとは思うんですけども、基本的にこれを使ってるということでございます。ただですね、ちょっとマニアックにエリック研究家のお友達の亀井さんからの情報を得ましてですね、詳細にチェックしましたらですね、エリック首相はこれを普通にこのまま市販品として使っているのではなくですね、ちょっとモディファイというか改造というか、よりギターに優しくなるような使い方をしておりまして、そのあたりもいろいろ検証してほぼ間違いないというところまで突き詰めましたので、それを今回は特別にご紹介しようかなと思うわけでございます。ではまあとりあえず製品版の方のね現状をちょっとアップで見てみますかね。では行ってみましょう。これがねバラバラにした状態で、今一番ちっちゃい状態ですね。こんな感じになってまして、この全長が58センチ5ミリぐらい、組み立てた時のスタンドの上下が53センチから77センチまでということですね。この幅がだいたい8センチぐらいなのかな。まあざっとこんな感じでございます。この部分は動かないんですよ。このいろいろネジついてますけど、これは触っちゃダメっていうやつ。スタンド部分が広がってちゃんと安定すると、ここのところがねしっかりしてるんでね、このネジと、このネジで、これこのネジはこの高さを調節するやつで、でここのロックのとこが割となんかしっかりしたやつになってます。これもネジついてるんで、これを上上げたりとかねいうこともできます。この下のステイの部分ね、これを緩めてもらって、ここへポソッと差し込んで、で、少しギチギチに締めないでね、少し締める程度にするとほら抜けなくなるでしょ、ね、でこれもっと緩めるとこうスポッと抜けると、こんな感じでね、こうしておくとこう、こうフレキシブルに動くと。上の方も同じで、上の方も同じで、よいしょ、こんなことでいるよ、少し締めるとこんな感じでね抜けなくなると。でこの一番、トップの部分ですね、よいしょよいしょ、ここのとこに玉のロゴが入ってますね、見えますかね、はい、一応こんな感じですね。これで高さをね調整で、ここが一番低い状態ね、一番抜けないとこまでの高さが、だいたい77センチぐらいということのようでございますね。はい、ざっとそんな感じです。詳細に見ていただきましたけども、エリックギタースタンドカスタムです。それを今やってきました、ね、今の買ってくるちょこれ置きましょうか、これちょっと置いておきましょうか。はい、これがですねエリッククラプトンカスタムギタースタンドの全容でございます。このねここのとこね白いのがついてでしょ、でここにも黒いのがついててね、最近ステージで使ってらっしゃる
ギタースタンドに加えられている改造でございます。これをねエリック研究家の亀井さんの情報をもとにいろいろ精査して調べたところですね、どうもこうこれではないかということが分かったわけでございますね。明らかにこれは後から貼り付けたような感じでございまして、フェルトの生地を貼ってありますね。しかもこのサイズがねちょっと見てもらおうかな、よいしょよいしょ、これねこことこっち側とそれからここのところにもフェルトが貼ってあります。でこっち側がちょっとちっちゃくてこっち側がちょっと大きいフェルトがあったって、ここはねちょうど真ん中に留め金具みたいなのがついてるんですけどね、それがめくろに裏に当たらないようにちょっと厚めのフェルトが、これ前のやつに比べると若干厚めのフェルトが貼ってあると。でこっちは黒いフェルトでございます。でこういう形でカスタム、それではね実際にこうギターを置いた感じで、ね、どういう状態になってるかっていうのを見ていこうかなと思います。ではまず、黒のクッションがねちゃんとネックのとこに当たってて、このネックのこの奥この下にね金属の部分があるんで、それが、ネックに当たると嫌だなっていうことでこういう感じになってるんじゃないかと思うんです。であとこの前のこんな感じで入れるときにねこうこんな感じでトンって当たったりすることがあったときにこれがあると、安心だと。ステージだとどうしても丁寧に扱っててもね不慮の事故というかね、まあそういうカッて引っかかったりすることがあるかと思うんですけども、この最新バージョンのタマの839のギタースタンドはですね、この下のゴムの部分がですね中のホルダーの金属部分の前にちゃんと来るようにセットできる状態になっているので、これはいらんちゃいらんのですけどね。エリック師匠のやつはその最新バージョンでなくて一つ前、おそらく一つ前の一番初期のバージョンはこのネジの止め方がまた違うので、それではないと思うので多分セカンドバージョンやと思うんですね。これはまあ、厳密に言うとサードバージョンなのかな。エリック師匠のはその古いバージョンなんで、このゴムの部分が、ずるっと中へ入ってしまう仕様になってたような感じです。なもんですから中の金属部分がこう前へ出てくることがあって、それが嫌なんでこのクッションをつけてたのではないかなと思われます。あとバージョン違いのことで言うと、この足とかその長ネジの感じとかは多分おそらく一緒のように思いますね。さっき言ったそのホルダー部分のゴムが中に入り込まないような設計になってたり、あとここのね留め金具の構造がよりしっかり止まるような構造のものに変わってると。一番最初のやつはねこれ両側にこの長ネジみたいなのがついてたタイプ でその次が普通のワッシャーが止まるようなやつで、これはそれをまた改良してがっちり止まるようなものになってます。でこのここの部分がマイクスタンドと同じその三脚部分になってて、これが結構重量があるのでこう動きが非常に安定しているので、ステージなんかでも何かの拍子にガタンって倒れるとかいうのが非常に少なく安全に使えると。これですね、このネジをきつくきちんと締めるとこれが動きが止まるので、これを緩めるとねこうやって動くと、キュッて締めると動かなくなると。ギターとか使い方によってこれを動いた方がいいなっていう場合はちょっと緩めるとおくし、いやもう一義名してきちっとしとくんやっていう場合はこうキュッときつく締めとってもいいのかなという感じでございます。ギターを置いたとこなんかも、ね、見ていただきましたですけど、いかがですかね。このフェルトに関してはですね、どこのメーカーのもので何が使ってあるかっていうのは正直分かりません。いろいろこう写真をアップにしたりいうことで検証して、一番今これが近いんじゃないかなと思われるものをチョイスして貼っておりますですけどね。まあこの後ろ の黒の部分はさすがにね、これはもう写真で見てもちょっとこうもう色が黒ですから分かりにくいし、フェルトだろうなっていうところは分かるんですけども、であとそのサイズ感ね、ちょっと厚みのある感じかなっていうところ辺なので、それに似た感じのものをつけてみました。で、こっちの方もフェルトの色とか、ね、毛のモケモケ具合とか、これは私が勝手に想像をこう妄想を巡らしてね、きっとこれじゃないかなっていうの、これが近いなっていうね、これじゃないかなじゃないですね、これが近いなって思えるようなものを、ちょっと探してきて、このサイズの違いの部分とかも再現してみたという感じでございます。デルクミュージックサービスとしましては、この
エリックカスタムギタースタンドのモディファイをして販売することももちろん可能でございますので、気になる方はお問い合わせいただければと思います。まあ、このモッドのこのフェルトだけをね、こうあの加工しても販売するということも、まあ、ちょっとなんとかできるか考えてみようかなとも思ったりもしております。ということで今日はタマ839ギタースタンドエリッククラプトンカスタムギタースタンドモディファイという感じでございました。これであなたもエリッククラプトンになれる、そんな感じのギタースタンドのご紹介でした。この動画が少しでも参考になったなと思っていただける方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。テレコム石本がお送りしました。はい、マニアックでしょ。しょうがない。